周南緑地は山口県周南市徳山園席に位置する都市公園である。周南緑地上空画像国土交通省国土画像情報をもとに作成重化学工業を基幹産業とする徳山市では1960年代以降大気汚染や水質汚濁などの公害が発生し、また急速な都市化によって市街地北部の丘陵地域では 住宅団地の開発が盛んに行われるなど市域内の緑地面積も減少しつつあったことから、1964年より公害防止対策に着手し、生活環境の改善に取り組んできた。集南緑地はその一環として事業化され、公害防止事業団により1968年度から1986年度にかけて整備された干渉緑地である。 公園の面積は76.9ヘクタールであり、周南市の公園面積の約半分を占める。園内は東緑地、中央緑地、西緑地、横浜緑地、東石緑地の5つの区域からなり、各種スポーツ施設も備えるなど、観賞緑地の他に運動公園としての機能も併せ持つ。周南緑地の東側にあり、総合スポーツセンターやサッカー場、 トリームコースなどがある。中央緑地との間は、指導園石は夜戦で分断されているが、横断歩道橋が架けられている。総合スポーツセンターテニスコート、集南市定球場敷地面積は14,800平方メートルで、収容人数は1000人。コートは、全天候型が18面があり、内10面はナイター用の照明機器を備える。 第66回国民体育大会では、テニスの競技会場となった。2009年、周南市総合スポーツセンターとともに、山口県内の公共施設では初めて命名権が導入され、キリンビバレッジ、周南定球場の名称を用いている。条例上の名称は、周南市定球場である。サッカー場敷地面積は11,250平方メートルで、 ゴールネットを常設している。条例上の名称は、周南市サッカー場である。ソフトボール球場敷地面積は8000平方メートルで、グラウンドはセンター84メートル、両翼71メートル。条例上の名称は、周南市ソフトボール球場である。アーチリー上敷地面積11250平方メートル。条例上の名称は、 集南市アーチェリー場である、運動広場東第2グラウンド、東第3グラウンド、東第4、第5グラウンドの4つのグラウンドからなる。条例上の名称は、集南市運動広場である、集南緑地の中央部を占める。市販の地図などでは、集南緑地運動公園などと表記されることもあるが、条例上は、集南緑地の一部分として扱われている。 陸上競技場周南市陸上競技場敷地面積は2万8000平方メートルで収容人数は1万人400メートル8レーン幅10メートルのトラックを備えフィールドにはバーミューダグラスが貼られている条例上の名称は周南市陸上競技場である野球場プール敷地面積は1万5000平方メートルで50メートル9レーンの競泳プール 25メートル、6レーンのサブプールのほか、広さ300平方メートルの子供用プールを備える。条例上の名称は、周南市水泳場である。補助競技場敷地面積は13,200平方メートルで、トラックの長さは300メートル。コインタイマー式のナイター用照明機器を備える。条例上の名称は、周南市補助競技場である。周南フレンドパーク。 周南フレンドパーク、周南市の市政施行記念事業として整備され、2007年3月19日に完成した。長さ約40メートルのローラー滑り台やロッククライミング体験施設を組み合わせた大型複合遊具のほか、幼児用遊具、多目的広場等を備える。 西緑地の万葉の森に植えられている大ガハス1966年に、現在地へ移転した京都大学園修林、徳山市県地の跡地に整備された。植物園としての役割を持ち、花勝部や大ガハス、万葉植物、八重山桜などが植えられている。ありがとうございます。